どうもこんにちは。ちょっとサービスを作るの続きをやっていきます。今日はデザイン会です。デザインというのは何をやるかっていうと、まず、これですね、このバッジが、こっちに来てほしいんで、これを1個やります。あとこっちがですね、見切れちゃってるので、これは何とかしたいと。主にはその辺をやって、あとはちょっと見栄えを良くするためにヘッダーつけたりもしたいと思います。これはついでですね。はい、で今日パート100なんですけど、今回で終わるとかっこよかったんですけど、ちょっとまだかかります。だいたい実装の方はほぼできたかなという気はしていて、全く足りないとかはあるんですけど、とりあえずは。なので、まあ、次から特に大きな修正とか、なんか機能追加というのはせずに、運用に載せるためのドッカーの設定だったり、あとはGoogle かな、GCP の方で動かすための設定とかをやりたいなと思っています。はい、ではやっていきましょう。まずは、バッチですね。バッチの前に、そう、あの1個バグがありまして、さっき聞いたんですけど、この状態で何かしら送ります。1234と来ました。でここに来てるはずなんですけど、バッジもつかないで何も変わらないっていう状況になってたみたいで、リロードをかけてあげると、まあ、変わるんですけど、まあ、バッジはつかないと。でここも出てきてくれないので、まあ WebSocket 自体が死んでるっぽかったんですね。で調べたところ、このソケットコネクトを先にやらないといけないみたいです。なんでかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、現象としてはこれで治ると。で動きとしては、コネクトは、呼ばれたタイミングは関係なくて、ソケットがオープンだったらすぐドーン呼ぶし、オープンじゃなければオンオープンして、で、センドした後にドーン呼ばれるんで、でその中でセットオンメッセージをしてるので、特に動きとしておかしなところっていうのはない気はするんですが、なんかこの後、多分これで時間かかるんで、開いた後ちょっと時間かかると、なんかこれ、まあソケットのがなんかもうオンメッセージを変えるのを受け付けなくなるとか、そういう形なのかもしれないんですけど、どうもこのセットオンメッセージ設定したこのコールバックメソッドが呼ばれなくなる、メソッドじゃないか、コールバック関数が呼ばれなくなるので、まあ、そもそもアットとかアットユーザーとかが動かないっていう状態でした。でチャットの方も同じようにしちゃってたので、こっちも直します。でソケットをこれでいいんだけど、別にするか。プライベートでイニットソケットというのを作っておきましょう。でここで UID を使うので、これをコピっておくかな。はい、まあ、こんな形にしておいて、ここですね、クリアバッジの直後くらいでいいかな。イニットソケットを呼び出すようにします。はい、ついでだからこれもやるか。プライベート、イニットロードメッセージズ、よいしょと、まあ、こんな形ですね。でアッシックを入れておいて、ロードメッセージズをアウェイトで呼び出してあげると。で UID はここでも使うので、こうですね。ちょっと UID を使う場所がいっぱいあるんで、プライベートで UID を持ちますかね。はい、でこうかな、リスの UID を持ちましょう。そうしたら、おとと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 、こうなると。で、これが OK でしょ。でここで UID を取ってるんですけど、こうかな。はい、でここの UID も消えて、ここが ThisUID で、
他に UID 参照してるところないのでこれでいいはずですね。はい、まあ、こんな形になりましたと。はい、OK。で、ユーザーの方もちょっと同じようにしときましょう。プライベートで、ロードユーザーズで作って、これはアッシンクですね。よいしょ。はい。で、アブリットで、リスのロードユーザーズを呼ぶと。で、プライベートで、イニットソケットを作って、こいつを呼び出すと。はい。リスのイニットソケットですと。はい、こんな形でいいんじゃないでしょうか。はい。で、これで多分うまくいくはずなので、ちょっと見てみましょう。1234ですね。で、こっちから、4321を送ってあげると4321来ましたね。はい、でここも4321来てるので大丈夫そうです。はい、では本題のデザインの方に行きましょう。デザインの方は調べてます。絶対時間かかると思ったんで。で、ユーザーステータスの方ですね。ユーザーステータスの方を開いて、んで、ここのバッジですね。バッジに、スタイルをつけてあげることで解決できました。で、ポジション、イニシャルだったかな。はい。はい、これでいきました。なんかポジションリレーティブっていうのがついてたのは、ダメだったみたいです。ちょっとなんでこう、まあ、ポジションリレーティブを切ったら、こっちで、直ったので、ああ、じゃあこれでいいんだっつって直したって感じですね。もう試行錯誤です。で、あとこっちですね。こっち見切れちゃってる問題を直したい。で、こっちはアクティビティーズで、んで、これはルーターリンクを、ちょっと中に持っていってあげることで解決できたので、ちょっとこれにします。で、このタイトルだけに当てるというふうにしてあげれば、まあここで切れちゃうんですけど、まあこれで大丈夫になりました。この踏ん前が出ましたね。はい。で、アクティビティーズが、なんか、ぴったり、くっついちゃってるので、マージンを持たせてあげたいと思います。ユーザーですね。ユーザーのアクティビティーズの方に、マージン10ピクを入れてあげます。はい。離れましたね。ちょっと見にくいですけど、はい、離れました。で、これがチャットの画面で、戻るとこうなると。で、入って、戻ると消えてると。OK です。では、ヘッダーを作っていきましょう。ヘッダー入れると多分だいぶ見栄えが良くなるので、beautify と。で、ドキュメントの、ヘッダーがですね、UI コンポーネントの、なんだっけ。シート、ターとツールバー。これですね。これの、どれにしようか。これでいいかな。はい。これをコピーりましょう。よいしょと。はい。で、新しいコンポーネントでヘッダーっていうのを作りましょう。フォルダーを、コモンとか作って、で、ニューファイルでヘッダーと、ヘッダービューを作ってあげて、テンプレートはこれでいいですと。で、チャットサービスオペレーター、チャットサービスでいいか。はい、ちょっと適当に。で、アイコンを、いっぱい出てたのは1個だけにして、で、何を出すかっていうと、まあ、ここですね。ここにユーザーのアイコンを、フォントオーサム5だっけ？はい。ユーザーのアイコンを出してあげたいので、
これでいいか。はい、まあログインしてる人はこれ誰ですよみたいなのを出してあげたいので、まあこれを、おっとコピードになったね、はい、ここに貼り付けて、この中だけでいいはずなんでこうしましょう。はい、おっとなんだこれ、ツールバーダークカラープライ、あ、なんか変だ、テンプレートはいいよね。はい、そしたらちょっと他のところから、必要なものをコピってきましょう。スクリプトがないから起こってるのかな。スクリプトとスタイルをちょっとコピってきて、プロップとかいらないはずだから、ここがヘッダーですね。でプロップはなくてよくて、ここの処理は基本何もないのかな。ちょっとあるんですけど、一旦はこれで大丈夫かな。はい、これで大丈夫そうです。そしたらヘッダーを、つけていきましょう。ユーザービューにつけましょうか。ここかな。ヘッダーっていうのをここにつけたいと。で、ヘッダーをインポートします。よいしょ、ヘッダーね、ヘッダーはコモンのヘッダーですと。でインポートしたらここで定義をしておかないといけないので、はい、こうしましょう。そしたらどうだ、あ、出た、いいんじゃない。ユーザーで、これ何もないんだけど、まあ一応出すだけ出しておきます。はい。じゃあこれでいい感じですね。はい。そしたら、同じことをチャットの方にもやっていきます。チャットの方にもヘッダーを呼び出して書いて、V コンテナーの中でいいのかな。はい、こうしましょうか。はい、これね、多分外のレイアウトを合わせてあげないといけないんで、ユーザーは V コンテントの中に V レイアウト、 V コンテントですね、コンテナーじゃない、これでいい。そしたら V コンテントだから、これ V アップは多分なくてもいいんじゃないかな。あ、いい感じ。で、戻ると、こうなると。いいっすね。はい。したら、ヘッダーの方に、ちょっとだけ、装飾を入れていきましょう。ヘッダーの装飾は、チャットとかにあるかな。はい。オペレーターです。オペレーターの情報を出してあげたいので、こいつを読み込んできて、ステートと、オペレーターステートを、読み込んで、ここの直前に、これいいかな。オペレーターのログイン ID をこんな風に出すとやってあげると、出た。OKOK。本当はここボタンにしたいんですけど、ちょっとこれは、次回に送っちゃおうかな。はい。あと、ここに、タイトル入れましょうかね。ここまでやったから。ユーザービューのヘッヘッダーの下に、div タグ、div タグで、なんか、スタイルがあったよね。タイポグラフみたいなのが、これか、あった。ヘッドラインにしとくか。クラス、クラスヘッドラインでユーザーズとか出してみる。真ん中いっちゃった。スタイル、テキストアラ
レフトでいいか。でちょっと横すぎるのでぴったりすぎるんでマージンを10ピクセル取ります。あーうんまあいいんじゃないか。はいOK。 したらこれをチャットの方にも持っていきましょう。チャットの方にはここに持ってきて、ね、UID があるね。UID ズ、メッセージズと適当。はい。まあ、こんな感じで、こんな感じで出てくれると、はい、いう感じです。ちょっとここは何もなくて出てるんですけど、こっちはログアウトをつけたい、最終的にはね。ということで、だいぶデザインをヘッダー入れたらだいぶ良くなった気がするなんとなく、はい、という形で、デザイン修正しました。次回からちょっと、運用の方の話をメインにしたいと思っています。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。